原宿です。お寿司です。さあ、はい、アリッチャリアワーなんですけど、どうしたいね。なんだ、腰がさ、腰がやられたの。腰やっちゃいましたよ腰やったよね。なんか俺は年明けてさ、その老いの話をしていこうぜって言ってたじゃないですか。そう、なんか老いの極地がもう早くも来ちゃったみたいな , 笑ったよね。俺もぎっくり腰ですよね。だからもうびっくり腰になっちゃいまして老いの話した5日後ぐらいだよね。もうボンポキンってなりましたねあ、もう今サポーターとか巻いてロキソニンテープとか貼ってますわ。あ、これでもやっぱきついですね。腰やっちゃう。腰やるときついんですか。初めてこれやったんですよ、ぎっくり腰って。俺ないと思ってて。いや、なくはないでしょ。でなんかでも冗談かと思って、まあちょっと腰痛めるとかあるにせよ、皮むれかと思ってた。そんな立てないとかさ、おかしいじゃないですか。絶対大げさに言ってんだろうなって思ってたら、本当に立てないある本当にそうなんだっていう。そもそもさ、うん、診断をされてるの？医者に行ったの？医者っていうか、なんか、まあ、整体に行ってちょっとチェックしてもらったぐらいなんですけど、まあ僕はなんかでも最初ヘルニアかと思ったんですよね、うん、そのヘルニアとぎっくり腰違う？違う多分。あ、でもぎっくり腰が原因でヘルニアになってる人とかもいるとは思うけど、まあ、ヘルニアってその椎間板からなんかゼリー状のが出ちゃうみたいなやつ、飛び出しちゃうやつかと思ったんですよね。なんかあまりにも痛くて直後もうマジ動けないんですよえ、そもそもなんで急になったのか。いや、なんかまあ家で別に普通にテレビ見てて、でなんかの消費しに立ち上がったんですよね。でもなんかいつもと違う立ち方だったってことだけは覚えてる。なんか全然違う立ち方だったの。なんだろう、全然違う立ち方って、まあ、めちゃめちゃ面白い立ち方したわけじゃないんだけど、そういうわけじゃないんだ。なんかね、いつもと力の入れ方が全く違う立ち方をしたっていうことはすごい記憶にある。だからもう途中であれ、これいつもの立ち方じゃないって思ってたんで、立ち上がるもう瞬間に立ち方じゃない、これおかしいおかしいおかしいそんな長くないでしょ。長くもう一瞬なんだけど、走馬灯のように、ね、全然違ったのいつもと。なるほど。なんかやっぱ無理して立とうとしてて、変な体勢から立とうとしてて、したらこうグッて腰を持ち上げた瞬間に、なんか体の奥の方でビキビキビキみたいな、なんかビリビリビリみたいな、ビリビリな、何かが裂けたような、裂けた感じ、なんかビーンってなって、でうってなってで、なんか直後は大丈夫だったの。直後いてってなったけど、あ、でもなんかまあまあって思ってたら、もうどんどん動かなくなってきて、体がもうちょっとした体勢の入れ替えもできないぐらいの状態。え、痛いから、もうなんかちょっとでもこの腰をひねったりすると、もういてれれれれっていう。何、どこが痛いの？腰、もうとにかく腰、後ろだから振り返ったりとかするときに腰をひねるじゃん、もうひねるのが無理。なんかね、電気がとにかく走る感じ。腰から膝の裏、右足だけだったんだけど痛みを感じるのは、腰から膝の裏までなんかビリビリビリって電気が走って、いいでででででみたいなまあそうなんだろうね、ちょっと声を出さないと耐えられないぐらいの痛さが、ここにグーンってなる、グーンって痛んで、ずっと痛み続くわけじゃないんだけど、まあ1、2ぐらいの腰中なんだ。ちょっとでも負荷がかかると、そのうーんっていううんが来る、うーん、痛い痛いっていうのは2秒ぐらい続いて、で落ち着いて、はぁーみたいな感じがもう常にあって、動かなければ別に普通なんだね。ただ動かないのもきつくて、それなんでかっていう、その腰で今まで支えてた
その自分の体重がもういろんなところにかかってくるのよ。今まで腰に行ってた重さが、まあ、例えば膝とか肩とかいろんなところでこう支え出すから、今度その腰以外の部位がめちゃくちゃだるくなってくる。なるほど。あれだ、捻挫した時に右足をかばって歩くと左足が疲れる、疲れちゃうみたいな。だからもう最終的には体全体がすごい疲れてきて、でも寝れないんだよね。もうそれって寝てる状態でも疲れる、寝てる状態でもその腰に重みが乗っからないような寝方をしてるから、どん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 他の部位が疲れていって、だからもうだるくてもう寝れないっていう感じ。まあでも眠さの極限まで来たらいつの間にか寝てるんだけど。でも寝れないぐらいって結構すごいね。だもう1日2日ぐらいはもうそういう状態で立てないし、日曜とかの土曜の夜にやっちゃったから病院も行けないから、とりあえずなんかまあ我慢しといて、でまあ月曜の朝になんかどっか行こうかなと思ってたんだけど、完全にヘルニアだと思って、ネットでヘルニアの特徴とか検索するわけですよ、そしたらまず直立ができない、ヘルニアの人は背筋を伸ばせない、あとつま先で立てない、つま先で立った瞬間にも痛いとか、そりゃそうだよって感じするけどね、あと冷感って言って、冷たい感じって言って、足の裏とかがめちゃめちゃ冷たくなって、血流がなんかいかなくなって、全部当てはまってて、あ、そうなんだ、うわこれもうヘルニアじゃん、ヘルニアじゃん、もう手術とかやるやつ、ヘルニア、ヘルニアだと手術ね、ヘルニアってもうまあ場合にもよるかもしれないけど、結構オペになるやつとかも多い。でも完全にはヘルニアだって、すごい入院期間なんですよヘルニアって。そうなんだ。1ヶ月ぐらい多分ザラに入院するから、動けないから、それでもうとうとう俺大病やったな。そうだね、今までない、今まで入院したことなんか一回もなかったから、ついにやったかと、まあ、ちょっと誇らしい。わかるわかる、ちょっと入院か、俺もついに入院かみたいな気持ちになるよね、うん、そうそう、その前の飲み会とかでなんか会社の人たちと入院ってなんか憧れるよねみたいな話をちょうどしてたんで。そんな話してたんだ。骨折の痛さとかなんかわかんないからさ、一回はさ、出せみたいな、やってみたいよねみたいな話をしてたらそうなっちゃったから、あ、もう今年こういうことかみたいな。だからもう完全にヘルニアかと思ってましたけど、なんか月曜の朝になったらだいぶ良くなってたんで、まあ、ギリギリ立てるぐらいになってたから、あ、ヘルニアだったら多分こんなこと絶対できないから、ヘルニアじゃないわと思って、その整体の人のところに行って、なんかもう病院じゃないなと思って。ああ、なるほどね、整体ね。もうヘルニアじゃないってことは別にもう病院行かなくていいなと思って、ちょっとまあケチって整体に行ったら、まあ、その人は骨を見てくれて、で骨を全然触っても平気なんだよ、俺全然痛くなくて。だからヘルニアだったらもう背骨触った瞬間飛び上がるぐらい痛いです。あ、そうなんだ。だからヘルニアじゃないですね。だから多分その肉離れ、肉離れ、なんかその筋膜がなんかずれちゃって、それが炎症を起こして腫れちゃってるからなんか痛いんじゃないかなって言って、だ骨じゃないから、その肉の時はもう安静にしてるしかないですよと。なるほど。骨とかだったらなんかカイロプラクティックとかでさ、ちょっとこうずらして骨盤ずらしてなんか入れ直すとかあるらしいんだけど、肉離れとかはもうずっと安静。なるほどね。してたらまあ治る、1週間ぐらいでまあ治るんじゃないですかっていうことだったんで、まだ入院は見ていね、先だった。先も何もね、まあ、よかったですね。これ腰やっぱ、まあ、それもぎっくり腰の一種らしいんですけど、筋肉の肉離れの方で、これやっぱマジで大変だなと思った。腰が動かなくなるだけでこんなに人間のパフォーマンスっても限られるもんか。今足がすげえ遅い。今なんか追われたらすごい、今追われたらもう逃げらんない。だから横断歩道渡るタイミングとかめっちゃ気をつけないとマジでやばいなと思って。あ、そうだよ、途中でアウトになったりすることもあるんで。
あ、そういうこと。あと電車とか怖いね。あ、みんな急いでるからさ。あ、確かに結構怖いね。もう押せ押せムードで来るから、はい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 、でも俺はもう一定の速度しか法定速度がもう決まってるんで、もうそうだよね。そっか、もうよちよちしか行けないから、もう押せ、こいつ降りてんだったら乗けよみたいな。それでバーンとか押されたら、もうそのまま多分なんか二次被害の腰みたいな状態になるから。まずいね、まずいね。だからだいぶやっぱその健康ってすごいな、うんうん、健康のありがたみをやっぱみんな腰が弱い人の立場になって考えないと、うん、社会を作らないとっていう気持ちに今はなってる。今なりますよ。そのやっぱ弱者、みんなが弱者になってないから、その弱者ばかり叩く。あいつと同じですよ。生活保護を甘えだみたいなことを言ってた長谷川なんとかみたいな人と、 あいつだって腰悪くしたらそんなこと言えないもん。そうかな。そうなのかな。確かに腰悪い人だって、うん、すごい、なんかあんまりさ、かわいそうじゃないけど、うん、かわいそうじゃないけど弱いっていうところがさ、ちょっと笑えるみたいなとこあるよ。いやもうね、寿司さんはないんですか、腰。俺はな、俺ね、腰は基本的に悪いんですよ、うん、基礎がデスクワーカーなんで。あ、そっか、そうだよね。ずっと椅子に座ってるから腰はね、あんま良くないんけど、なんか常にこう来てるなって感じ、うん、だから俺、下のものを拾うときって常に、うん、あっと思うの、いつも。あ、やばいじゃん、それ。これ一瞬でも気抜いたら、うんうん、って行くぞっていうことよくあるから、わー、それめっちゃ多分ダメージが蓄積してるわ、これ。蓄積は常にしてる。いつか疲労骨折かなんかでボギンって多分なんのかな。俺逆に、うん、それで気にしてるからずっと平気なんじゃないかな。あ、それを無視してやった時に行くってことね。そう、無視するとか、あと全然さ、そういうの感じてないやつが急に、うんうん、だから原口さんも別に思ってなかったわけでしょ。そうで、なんかでも体が重いなとは思ってたの。おー、なぜなら3キロぐらい太ってるから、1年で毎年太ってるよね。毎年太い続けてるんだけど、今年特にもう来てるなと思って、なんかもうね、ヒートテックのタイツ履いたらパッチンパッチン、ね、で常にもう肉、腰周りがずっと重くて座敷に座れないなと思ってた。座敷に座れなくなったらいよいよ、座敷に座れなくなったら結構やばいなって思うんだ。デブの代名詞だよね。だからその負荷がだいぶ来てて、うん、それがなんかの拍子に一瞬こう、うんうん、なんか生き血をこうバッて超えた時に、うん、肉がいやおバリバリバリって無理っていうことになったのが今回。なるほどね。だ多分やっぱ俺もう体重を落とさないとそうもうなっていくぞっていう、ね、肉体からのサインが、ああ今が限界だぞと、うん、出たんだろうなっていう。これはやっぱね、答えなきゃいけないですよ、ね、肉体に。なんか関係ないけどさ、その繰り腰みたいな歩き方の人たちだけでさ、うんうん、鬼ごっかしか残してそう。あ、腰悪い鬼ごっこ。それはちょっと面白いかもしれない。見てる方がすげえ面白いかも。いてって言いながら、ずっと同じ速度でみんな。めちゃめちゃ医者から怒られる。怒られるし叩かれそうだけど。腰悪い選手権というか、なんか腰悪い人たちの中での大会、マスターオリンピックみたいな。そうそう、オリンピックの年のなんか年末ぐらいに やるみたいな。あ、確かにそのパラリンピックもその障害ごとに分かれてたりとかしてるわけじゃないですか。腰痛いっていうやっぱジャンルもあるわけだから、うんうん、それもやっぱ導入すべきだよね。いいかもね、うん、だから禁止とかだってさ、言ったらまあ障害なわけじゃないですか。そうだよね。だ禁止オリンピックとかもあっていいよね。筋肉がね、禁止リンピックみたいな、禁止オリンピックの射的とかさ。それは結構打てんじゃないの。あ、そうか、禁止ならいけんの。でもめっちゃぼやけてる。
めっちゃぼやけてもう こんななんか勘で打ったよ。禁止なやつとか確かに。それもう、メガネ…てか言うんじゃないの。いや、普通に俺、禁止で、禁止でメガネかけてやってるやつはいるでしょ。ああ、まあメガネっていうか、なんか強制しないでやってる人とかいるかもね。あその、まあ、ぼやけてはいるけど、まあ、大体タイミングだけこう覚えてたらいけるみたいな。うん、次元大輔とかってさ、あの帽子のつばとさ、そう対象物の距離感だけでやってるみたいな。やってるみたいなことを言うね。だから感覚かもしれないからね、それは。でもさ、ウサインボルトがめちゃめちゃ禁止だったら、さらにすげえって6連覇ぐなるわけじゃん。ウサインボルトは禁止じゃないでしょ、だからあいつは。禁止はまだその、あれなのかね、障害とは認められないのかね。いや、まあ認められないでしょ。だからそういう風に捉えてる人もいると思うけどね。いろんなくくりででもやってった方がいいんじゃないかなって、ちょっと、うん、パラリンピックもなんかだんだんこうさ結構盛り上がり始めてるっていうか、うん、かっこいいみたいな感じになってきてるから、うんうん、確かにもう今その腰もそうだけど、うん、めっちゃどの強い禁止のやつとかも欲しいと思ってる、うん、俺が輝ける場所禁止って弱視っていう、うん、確か障害じゃないかな、うん、あの本当に目悪くて矯正もできないっていう人がいるから、あそうただちょっとぐらいの禁止じゃやっぱちょっと出場できない。なんかいろいろあった方がいいなって、この確かにね腰を悪くした立場が、うん、広がるよねチャンスが、うん、チャンスがさ、うん、俺腰悪くしたからもう終わりだと思ってたけど、そうそうそう、ね、あこれがあるんだっていうことになるわけじゃないですか、うんうん、それはやっぱ一個あってもいいよなって。腰悪くしただけ、なんかその大会とかじゃなくてもいい、うん、腰を悪くした人はうちの店に来てください、タダにしますよっていうチェーン店があってもいいよなとか。腰悪いオーナーがね、腰悪いオーナーが自分と同じような人のためにって言って、すごい腰に優しい椅子とかも用意して、ああいいじゃないですか、わかりますよ行って目の前でステーキをこう焼いてくれるとか。ただ、もうかんなそうだよね。なんでわざわざ腰悪いやつだけ。なんで腰悪いクーポンないのよ。知らないよ。腰悪い。腰悪いやつがあんまり店に来ないからでしょ。家にいる確率高いからでしょ。もっと腰悪い人に優しい社会づくりをね。確かに、でもそれってやっぱ腰悪い人にしか分かんないから、うん、それは原宿さんが今やるべきことなんじゃないですか。そうだから腰悪いクーポン出したいですよね、おもころでも。おもころで腰悪い人何の得があるんですか、うん、分かんないけど、なんかでも笑っちゃうとダメなんだよ腰やってる時って。あじゃあ、じゃあちょうどいいね、腰に悪い人用のおもころ特殊、うん、あんまり笑えないそんな笑う感じじゃない、腰悪い人だけのためのみたいな。あいいです、それはいいかもね。というわけでね、まあ腰ちょっとね、やっぱ気をつけた方がいいよ、体からのサインが。あこれもう老いのだってよ、もう最たるもんだ、ね、最たるもんだ、体に気をつけた方がいいぞもう、あ俺ちょっと太りすぎかもとか思ったら、うん、もうね完全に体にダメージが出てくるから、うん、すぐ出てくる、すぐ出るから、もうちょっと痩せようって思いましたね、僕これも多いですけど痩せようと思う、痩せようと思う、多いですけど、ね、しかも健康のためにだからね、そうかっこよさとかおしゃれのためじゃなく、うん、健康のために痩せた、これやんないと体壊すからっていうので痩せるっていう、多いだね、多いですね、これもリストにちょっとじゃあ加えておきますわ、多いリストに、多いリスト、何々多いリスト、これは一言で言うと腰をやっちゃう、腰をやっちゃうあこれはまあ完全に多いだよ ね肉体からのサインが出るっていうのは多いです、ね、これは多いリストも特にその募集とか言ってなかったですけど、聞いてる方からこれ多いじゃないかみたいなのがどんどん言ってほしいんで、ぜひぜひぜひ送ってください。そうだね、うん、これを思ったらあれ置いたかなって思うような瞬間の、うんうん、瞬間もちょっと知りたいんで、うん、では僕らでちょっとありなしを判断して追いリストに加えるみたいなのもやっていきたいんで、いいですね、ぜひぜひ送ってください。俺ちょっとそれで思ったんだけど、うん、年賀状の
当選が最近あったじゃないですか。あ、あります。番号当選、あれがすっげえどうでもよくなった時に、なんか老いたなと思った。あ、そう、うん、俺見ちゃったけど。あ、見ちゃった。あ、まだ子供の心がまだ残ってるよ。お年玉切ってしいとかってるのかなって嬉しかった、お年玉切ってし。なんかそれ以上に俺年賀状出す習慣全くないんですよ。あ、なぜなら意味ないからけど、かっけえな、送ってくれる人いるじゃないですか。いるいる。その人のお年玉くじを俺が当たっていいのかっていう、そのちょっと待って、それ返してないの？返さないです最低じゃん。それはもうさ、当たったらその人にあげようよ。いや、だってそんな失われる習慣じゃないですか、こんなもんは。失われるけど今あるんだから。その人のお年玉切ってシート俺がもらっていいのかっていう、ダメです、罪悪感が。でも送るとかめんどくさいからやっぱもらっちゃうわけじゃないですか。そんな大人でいいのかっていう気持ちはすごい。あ、すごい。でもそれは老いではないね、それは、うん、まだやっぱりそれなかなかまだいけるじゃん、うん、まあもらうんですけど最終老いとか以前の問題。でもなんかちょっとね、一等だったらさすがに罪悪あるでしょ。さすがに、さすがにですよね。さ、おごるとかした方がいい、ね、さすがにですよね、うん、お年玉切ってシートだったらまあ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 それくらいだったらね、まあね、うん、2等のふるさと小包みと、うん、1等のなんかちょっと忘れちゃったけど、うん、現金10万円、現金か、うん、それはさすがにね、うん、人の心があればでも言わないでしょ、きっと。まあちょっと多いじゃないかな、お年玉くじの抽選見ないとかは、うん、まだかな。そうか、うん、手前ですね、まだ。じゃあ俺多分37で来る、うん、見ない、見ない、見ない年が見ない年が来る。まあ見たけどね、見ちゃうけど、なんか気になっちゃうんだよな。まあ俺も結局見てやったんだけど、うん、見てんじゃん。全然ワクワクしないで見た。いや、ワクワクはしない、義務のように。一応チェックだけはするじゃん。そう、いや、そのチェックが昔は嬉しく楽しかったんだけど、うん、もう楽しくなくなった。これはちょっと多いリスト未満かな。でも、ね、まあでも皆さんもこの何か思いついたらぜひ送ってくださいということで、はい、今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。